今回のタイトルはカルダナのマルチアドレス取引能力は世界金融の秘策です。ぜひ最後までお付き合いください。カルダナのコミュニティに特化したツイッターアカウントレイダホエールによると、カルダナのマルチアドレス取引能力は将来のグローバル金融インフラを動かす大きな候補となり得る秘策かもしれないとのことです。レイダホエールはマルチアドレス取引を可能にするエターナルウォレットの新機能に照らして話しました。カルダナのライトウォレットであるエターナル QCC ボルティオは一つの取引に複数の出力を追加し、どの UTXO を使うかを選択できる新機能 TX ビルダーを導入しました。タイフォンウォレットは先月マルチアドレス取引に対応するためのアップグレードを受け、エイダを一度に複数のアドレスに送信できるようになりました。これはユーザーが1回の取引でエイダや他のサポートされているトークンを複数の受信者に送ることができるようになり、取引コストの削減を実現します。カルダのブロックチェーンウォレットであるタイフォンは CNFT ネイティブトークンおよびレジストリに登録されたメタデータを持つトークンの送受信をサポートします。スケーラビリティは100万 TPS のことではない。カルダノは現在場所の時代にありますが、100万 TPS という単位でスケーラビリティを定義することを拒否しています。 IOHK によると、同じ文脈で TPS を指標として使うのは論理的。例えば2つのカルダノノードのバージョンを比較するですが、ブロックチェーン間の比較手段として使うのは違うとのことです。これを踏まえ IOHK はスケーラビリティの重要な指標としてスループット、ファイナリティ、コンカレンシーを考慮し考えることの重要性を強調しました。スループットとは一定時間内に処理されるデータ量のことで、ファイナリティとはシステムがトランザクションを完了するまでにかかる時間の長さのことです。また同時実行性は複数のアクターが互いに干渉することなく完了できる作業量と IOHK では表現しています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。